ルフィー役、宇野昌磨が描くアイスショーの夢、現役をやめた後にやるとしたら、宇野昌磨インタビュー、ワンピースオンアイス、後編前編を読みむワンピースの凄さを海外でも実感。好きなエピソードを語る。ワンピースがフィギュアスケートに。そんな史上初の試みで、主人公モンキー D、ルフィを演じるのが宇野昌磨。ワンピースオンアイスの記者発表後に個別取材に応じた宇野。インタビュー後編は、ワンピースオンアイスへの意気込みや、 現在考えている将来の展望をお届けする。これだけお稽古などを含めた準備期間があるショーは初めてですよね。うの、初めてですし、一つのショーを誰かに見せるためにこれくらい時間をかけて準備をして見せることはやってみたいと思っていました。いつものショーは、個人でいつもやっているプログラムを見せるので、練習時間が短くても成り立つんです。でも、個人が集まったショーではなく、 一つのショーをみんなで作るとなったら、浅田真央ちゃんのビヨンドも長い時間、それこそ一年単位でリハーサルをしていると思いますし、だからこそ一つの舞台として成り立っているんだと思います。僕が現役を辞めた後にアイスショーをやるとしたらそうしたいと思うかな。ゆずくん、羽生ゆずるのショーも拝見したんですけど、少ない人数で素晴らしいものをやってみたいとも思いますね。もし宇野選手が引退してから自分のショーを作るとして、 どんなアイスショーに挑戦してみたいですか今回のようにストーリーがあるものか、もしくはコンセプトはありつつ、それぞれのプログラムを見せるものか。うの、ストーリーがあるかどうかは、さておき、個人の、プログラムを見せるものは、他にいろんなショーがあるので、やるなら自分がメインで、そのショーに全力を出し切ることができるようなもの。きっと現役を退りいたら、熱量を何かにぶつけたいと考えるようになると思うので、それをぶつける場にできたらな、と。 スケートは自分のナンバー、ブラス、オープニングとフィナーレくらいですけど、他のジャンルのライブなどを見に行ったりすると2時間くらいずっとやっているじゃないですか。そういうものをスケートでもやってみていいんじゃないかな、と。もちろん僕たちスケーターが大変なのはわかりますけど、アーティストのライブとかを見るとやっているので、そういうのに一度挑戦してみたいなとも思います。現役時代以上に体力をつけないといけないですね。うの、確かに。 笑い。瞬間的な体力よりも持久力が必要になってくると思うんですけど、僕は苦手ではないと思うんですよ。だからやってみたいなとは思います。ただ、自分の賞を持つにはお客さんが来ないと成り立たないですし、お客さんを呼ぶには自分の価値を上げなければいけないんですけど、僕はそれがあまりにも苦手というか、人が理想としているものを体現するのは嫌なんです。理にかなっていないですよね。笑い。 例えばアイドルはみんながこうあってほしいという理想を体現する存在であって、きっと引退したらプロとしてそっち側にならなければいけない。全部が全部、そうでなければいけないというわけではないと思いますし、それを取り入れなければいけないとも思うんですけど、どうしても僕の性格上、無理というか、笑い。そういう意味もあって、できるのか、というのはありますね。確かにプロとしては期待に応えることも必要ですけど、でも、 というところですね。うの、そうなんです。僕は25歳男性なので、可愛い,い男の子を演じてくださいと言われても絶対嫌ですし、可愛い,いと言われたくないと以前もおっしゃっていましたね。うの、そうなんですよ。笑い。ここから引退するまでに、ありのままのうの昭和というスケーターの魅力をさらに確立していくしかないですね。うの、そうですね。それでダメだったら無理にその道は歩まなくてもいいかな。 自分が歩んできたスケートという道は、いろんな可能性があると思っているので、自分がやりたいと思える道を選んでいけたらなと思います。もう少し自己評価を高くしてもいいのではないかと思います。うの、いや、妥当だと思いますけどね。笑い。フィギュアスケートは他の競技よりは、個人の魅力を高められるという意味で、恵まれていますけどね。ゆずくんのレベルが違うだけです。 アスリートが一人で大きな箱を埋めるショーをできるということ自体が凄す,すぎるんですよ。東京ドームでのアイスショーですからね。うの、それは本当にやばいです。僕はそういう道は無理なので、競技と向き合っているのが一番合っているとは思うんですけど、自分の性に合うことがあればそれをやればいいと思いますし、それがなくなったら自分が追い求めたいものを選択できるだけのことはやってこられていると思うので、妥当な評価をしているつもりです。 笑い。ワンピースや漫画の話に戻りますが、漫画から影響を受けることはありますかうの、あります。影響ばかり受けています。小さい時は、漫画の世界は漫画の世界だという気持ちでは見ていなかったですね。もう一つの現実がそこにあるような感覚で見ていて、スポーツ漫画だと血の滲むような努力とかをするじゃないですか。それを見て、自分もこれくらいやらなきゃ、と、本気で思っていました。笑い。 今となってはそうは思わないんですけど、漫画の世界を見て熱くなったり、ずっとそうしてきましたね。ワンピースの中の印象的なシーンや好きなセリフはありますかうの、シーンも含めて、チョッパーが登場する冬島編での、ドクターヒルルクの、全く、いい人生だった、というセリフが印象的です。いろんな意味がそこに詰まっていて、一番泣いてしまうシーンですし、好きなシーンですね。 ルフィは海賊王を目指していますが、うの選手は何の王になりたいですかうのうん。僕は一番にはなりたくないというか、みんながそれで喜んでくれるなら目指そうと思ったりします。一番を成し遂げてしまうと、そこから先の辛さというのも見てきているからわかりますし、漫画の世界なら物語はそこで終わるんですけど、現実の世界ではそこからも物語が続くので、一番を目指しているときは楽しいんですけど、 なってしまうと大変なんだろうなと思ったりしてしまうので、王になりたいというのはあまりない、という答えになっちゃいますね。では最後に、宇野昌磨が演じる、ルフィを一言で表すとしたら宇野、逆に皆さんに聞いてみたいですね。稽古もこれからなので、今は僕もどう表すかわからないんですけど、ワンピースオンアイスが終わってから、みんなが僕を見てどう思ったのかを知りたいですし、 その時自分がどう思っているのかを聞いて欲しいなと思っています。また取材しに来てください。ぜひお話を聞かせてください。ワンピースオンアイス、楽しみにしています。うの、頑張ります。プロファイルうのしょうま。うのしょうま、フィギュアスケーター。1997年12月17日生まれ。愛知県名古屋市出身。5歳の頃からスケートを始め。 2016年から2019年の全日本選手権で4連覇を果たす。2018年、平イマサゴリン銀メダリスト。2019年、四大陸選手権優勝。2022年、北京五輪同メダリスト。世界選手権優勝。2022、2023年シーズンは、スケートカナダ、NHK 杯、グランプリファイナル、全日本選手権すべてで優勝。世界選手権も優勝し、 日本男子初の2連覇を達成した山本ゆめ取材文、テキスト版山本やむ子。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。感謝しています。